ここで雨をしっかり降らして、あいいに、リッターの猛攻も耐えな、誰ですかあなた、脳散らす、脳散らす、脳散らす。もう脳散りすぎて、その水分で多分米炊いてる。来るところを一回避けて殺す。これ完璧、見てイカ速のつ、えイカ速で詰めてジャンピングヘッド打ち。は相手はもう逃げることが一切できずけんし。はい、こんにちは、こんばんは、こんばんと申します。本日はこちら、ノチラス47ということで、リクエストも来てたし、アップデートでね、何やらね、射撃時間、継続時間みたいなのが伸びたということなんでね、まあ使っていこうかなと思うわけなんでございますが、このノチラスという武器ね、なんか、スピナーのくせにね、こう、味方が目の前で消えて、チャージキープができるっていう話がちょっと後になってしまうんですけども、まあ一旦置いといてね、まあなぜかそれができるということなんで、今回はね、チャージキープをうまく活かすべくね、イカ速の方を積んできました。そこにいるね、イカ速があったから今避けれました。イカ速があったからちょっと味方がし、ちょっと落ち着いていこう、落ち着こう。まだまだまだ始まったばっかりやし、エリアはね取れてますから。でここで雨をしっかり降らして、あいいに言うてた、撃たれるよマジで。天気の子とか言うてる場合じゃ、落ち着いていこうな。であれはしっかりとこの射程を生かしてぶち壊して、でそこ見えてるから、これ味方やな。でセンサーをねうまいこと投げながら、と戦う前はねセンサーを投げていく。これがね僕がこの武器を2時間練習して、身につけたムービングなわけ。あ危ない危ない、このねトリプルトルネードもめちゃくちゃ強く、これここ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 イカ速、イカ速、イカ速、イカ速関係ない。はい、ミペ取られました。さ全くイカ速が生きてないじゃないかって感じなんですけども、落ち着いてこうな。この武器の名前、あーサーターアンダギーがこちらを見ているが、しっかりとここセンサーぶち当ててから、こっちから来るのをムービング見てからこうよ。完璧です。はこの武器の名前皆さん知ってますか？まあ何回も言ってるんですけども、ノーチラスということで、相手のね、脳を散らすためにそんな名前をついてるとしか思えないんですよ、僕はね。完全にもう。そうやと思ってるんで。だからもう相手の脳みそ散らしていきます。相手の脳みそ散っていけ。チケチレチレ。あ、危ない。脳散る。脳散る。脳散ってま、落ち着け。落ち着け。落ち着け。脳散る。脳散る。脳散る。オッケーオッケーオッケー。これイカ速。イカ速です、皆さん。あいつどうにかしたい。ずっと見てくるあいつをどうにかしたい。あ、ここにセンサーぶち当てて、威嚇していく。うん。センサーっていうのは基本的に威嚇なんで。あいつどうせ動かへんからね、うん、僕と一緒や、引きこもって何もしない、僕と全く一緒ですね。でこれしっかりとね、自慢の連射力、継続時間が伸びたんでアップデで、うん、それを使いながらしっかりとね、もうガチエリアマウント取っていく。ここでこれ煽りじゃなくて、もう完璧、こう来たところこうですよ、こう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 、エイムが本当終わってるんですけど、ここしっかりと天気の子、愛にできることはまだあるわけ、うん、リッターを引き下げるっていうことが愛にできることです。ラッドウィンプスが伝えたかったのはそういうことなわけ、うん、もう数年前のね、天気のこの主題歌が伝えたかったことは、トルネードはやめてってことです、皆さん。おっ、生きてる、生きてる、うわ、生きてる、生きてる、生きてる、耐えてる、耐えてる、耐えてる、リッターの猛攻も耐えない、誰ですか、あなた。悪くない、悪くない、悪くない、うん、カウンティングを見てください、皆さん、6までいってます、うん、できればあのままノックアウトコースやったんですけど、まあ逆に言えば、尺稼げてないって感じですよね。もう勝ったらだってね、嬉しいし、カウントがね、ちょっと伸びても YouTube 的には美味しいと、言った感じなんで、僕は無敵です。完全に無敵の人ですね。もう完全にもうブロリーなわけ、無敵でしょ。そんな落ち着いていこう。そんなんどうでもいいから一旦落ち着こう、うん、今スプラトゥーンやってんねんから、誰がドラゴンボールの話するよ。そこはじゃあ、あえて一足じゃなくてイカ速積んでんねんから、もうちょっとねチャージングキーピングをうまく使ったムービングを皆様に見せて、相手の脳を散らしていきたい。マジで脳散らす、脳散らす、脳散らす、完璧。もう完全に相手脳散ってるから、うん、相手もう脳散りすぎてえらいことになってるから、うん、もう脳散りすぎて、その水分で多分米炊いてるぐらいなんで、もちろんサイコパスみたいなこと言い出したら落ち着いてこう。ガチで今の発想は自分でも気持ち悪いと思ったんで気をつけましょう。そんなご飯食べたくない。たとえコシヒカリでも、そんなんどうでもいい。マジで今日言ってることが意味わからへん。落ち着いてこう。ちゃんと実況していこう。でね、ムービングのお話していかんとね。一回これね、センサー投げてどこにいるかっていうのを目星つけてムービングかます。これがね、今回の僕の本作戦ですね。本投げて、ムービングバレる、来るところを一回避けて殺す。これ完璧、見てイカ速のつ、え？ちょっと待ってください。調子に乗った途端にツッコミかのごとく 4K スコープが僕を許してくれなかったんですけども、まあもう一回同じことをすればいいね。これで前に出てお前を倒す、完璧。このムえデジャビューやねんけど、完全にデジャビューやねんけど、は完璧なムービングしたらツッコミかのごとくしばかれるの、これどうにかなりませんかね。あれ倒せ倒せ倒せ、ナイス、ちょっと待って、やばい、サーターアンダギーにしばかれ回してる。これ沖縄の可能性ある。ここでもここ多分延長戦来るから、もうそんなしょうもないこと言ってる場合じゃないよ。一回センサー無事入れてから、はっ危な、でこれ絶対ストップ、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 全然や、塗り替えされてしまう僕の能力では。倒すしかないのか。これしっかりとセンサーぶち当てからの、あいつをさ、ちょ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 、イカロール、あー
頑張ってみんな頑張ってもう少しもう少しあと少しだけでギュシ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 ュっていうことでね、ルールが変わりましてガチヤグラなんでございますが、こちらのね、ガチヤグラでもイカ速脳チラスがね、お前の脳を散らすと言わんばかりのね活躍をしていこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。でね、見た目の方はね、ね、恐ろしい見た目してるでしょ。お前の脳を散らすって彼は言ってますんで、皆さんはね、街中で見かけたらもう絶対に近寄らないようにしてください。非常に危険なんでよろしくお願いいたします。でね、ここにいるのをしっかり確認は。もうあれは今のはもう敵がうまいでしょ、そんな僕が下手とかじゃなくて敵がうまいやろ。そんなでセンサーしっかり投げるところから、これセンサーでね、あの敵の位置を割るんですよ一発目に。そうすることによってもう安全にね、安全に、なんかおるよ、なんか当たってたよ今、めっちゃ当たってたよ。一旦引こう。オッケー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 、ナイスナイスナイス。センサーなんか嫌な音したなと思ったけど、ロングブラスターか許そう、ホットブラスターかな、どっちかわからないんですけど、目視では判断できないんですけど、もう当たるぞそれ、見えてるからな、こっちから位置がな。あんまりうろうろするなよ、落ち着け。だからパンって聞くと本当イライラしてしまうな。落ち着いていこうな。割れてる割れてる。これをだからチャージしてイカ速で詰めんのよ。イカ速で詰めんの、こんな感じで。うまいでしょめっちゃ。ムービングは悪くなかった。ムービングは悪くなかった。射程で負けてたって感じだな。うん、落ち着いていこう、本当にな。うん、悪くないぞ。見せれてる見せれてる。このまま行ったら多分相手の脳をうまいこと散らせることができるはず。で、しっかりセンサー投げる。センサー投げる。位置割れる。味方が倒す。これってアシスト入んのかな、アシスト入んのやったらめちゃくちゃいいよね。なんかキルしてなくてもなんかキルしちゃったっていう雰囲気できるもんね。そんな顔できるんで。しっかりとこれもそのためにも投げていこう。もうサムネイルにだって20キルって貼ったら絶対クリックするでしょ。それ狙っていこう。実はキルしてない、ずっとアシストしてるだけやっていうのを分からせていこう。乗ってくるんじゃない、乗ってく、誰誰、さっきからジェットスイーパーっていうのにやられてんだけど、ジェットスイーパーめっちゃ届か、5億光年ぐらいからなんかダメージ与えてくるんだけど、恐ろしすぎるやろ、めちゃめちゃ強い。おっきょ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 、ここでしっかりとキルをもぎ取っていく。でセンサーも入れながら、ナイス、センサーも入れな、痛い痛い、相手のセンサーがなんか波状で来てんねんけど、しっかり消して、オッケーオッケーオッケー、あっちゃ、オッケーオッケー、いいよ、もうオッケーしかないここで、しっかりセンサー、もうセンサーしか投げないんで、僕レベルになると、オッケー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 、1割、あれ、ほら、オッケー、1割、オッケー、味方がクソ強い、1割、え、なあ、みんなどこ行ったん、おらんくなってんねんけど、のろのろのろ、僕、ま、前に出ません、あんまり。あんまり前に出ると死んじゃう。はい、にできることはまだあるかい。で、こう、1割って、おっけおっけ、割れてる割れてる割れてるのを、こう、イカ速で詰め。味方強っ。僕の、あれやん。あれを奪っていくやん。見せどころを。落ち着いていこう。そっちの方がいい。むしろ。味方が強い回の方が、むしろみんな安心するやろ。これ、イカ速で詰めてジャンピングヘッド打ち。は？マジでちょっと、いい加減にしろ。オッケー。バレてるバレてる。潜伏できひんよ。どこにいるかもうバレてるからね。あの、これ逃げたと思わせたところを、こう、イカ速で詰めるっていうムービングが可能になったから、相手はもう逃げることが一切できずけんし。オッケー。できずけんし。できずけん。あ、いい、にできることはまだあるかーい。完璧です。天気の子です、皆さん、これが。あ、飛んだよかった。あ、やっぱね、ウィペ出ると、ほんと脳がね、脳チラスになってまう。ウィペ出ると脳チラスになってしまうんで、落ち着いていきましょう。こっからよ。こっから俺たちの戦いが始まるんやから、しっかりと言った通り、センサーから入る。センサーから入ることによって敵の居場所が分かるでしょ。居場所が分かった坂道をどのタイミングで登ってくるかも分かるはず。あれ、予定と少し違ったけども、まあ悪くない。オッケーオッケー、頑張っていこう。ここ耐えれるでしょ。オッケーオッケーオッケー、ナイス耐え。もうこのナイス耐えがね、後々響いてくる。で、これしっかりと居場所が割れたら、イカ速で詰めてあげる。ちょ、危な。あいつの射程えぐいな。ここよ、ここ。火力で勝負しようと思ったけど、そもそもエイムで負けてる。そんなことがあっていいんだろうか。いや、ない。半後ですね。危なー。まだまだ勝負は続くってわけか。もうあれですよね。相手の脳みそ散らしまくって、これでもう、相手、人造人間、サイコショッカーぐらいもう脳みそ丸出しにしてやろうぜ。やってやるよ。やられる、死ぬ、ナイス、味方ナイス。北極、待って、どこから攻撃してんの、は、なんかちょろって来てるけど、これしっかりと、吸引されてる、吸引されてるのを、イカ速で、裏取って、こいつもろとも持っていくと言わんばかりのムービング完璧。オッケー、いけるこれ。ご了解、乗れ、終わらせる、終わっていくよ。はい、ということで皆さん、ちょっと、
後半ちょっとだけやりたいことできたかなと思うんですけども、伝わりましたけど、伝わりましたよねということでちょっと強引に締めていきます。なかなか強かったと思います。ありがとうございました。